1952年のコース1952年のルマン24時間レースは20回目のルマン24時間レースであり1952年6月14日から6月15日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた1951年のルマン24時間レースで4位だったピエールルベーはさらに上位を目指すべく準備は タルボの工場で行うというタルボワークスの主張を振り切り自分の車は自分で準備すると主張し1台を購入して自費で数千ポンドを当時改造した投資金額は優勝賞金の3倍だったというこの年メルセデスベンツが初参加した数日前から記録的な25万人の観客が押し寄せたオートスポーツ紙は チーフカメラマンがあるホテルで恐ろしく法外な料金を請求され、あまりにも苦情が多いので経営者が料金を改定するまで警官がホテルを封鎖したという話を報じている。決勝当日は快晴であった。出走したのは57台。決勝2周目にフェラーリのアンドレ・シモンが4分43秒8で前年スターリング・モスが記録した周回記録を塗り替え、 3ラップ目にフェラーリのアルベルト・アスカリが4分43秒6を出してこれを更新した。ジャガーシータイプは新設計されたスマートな形状のボディ内部で風通しが悪くオーバーヒートの問題を抱えており従前より大型化したラジエーターを装備していたが効果はなくオーバーヒートによるシリンダーヘッド破損で2時間目、3時間目、4時間目と次々にリタイアした。 フェラーリは、クラッチトラブルの問題を抱えていた。クラッチ修理でのピットインから出たアスカリは周回記録4分40秒、5を出したが、間もなく、リタイアとなった。フランス人であるロベール・マンゾンの乗るフランス車ゴルディーニが、戦闘集団に猛然と勝負を仕掛けた。2時間経過した時点で、シモンのフェラーリ、マンゾンのゴルディーニ、フェラーリ、カニンガム、メルセデス2が ピエールルベイのタルボの順であった。5時間経過した時点でマンゾンが1位に上がり、ピエールルベイが2位に上がり、上位2台がフランス人ドライバーになったことで、観客は熱狂した。未明に、電気回路のショートにより、カール・クリング、ハンス・クレンク組のメルセデス・ベンツが、リタイア、メルセデス・ベンツの開発エンジニアだったウーレンハウトは、ジャッキのハンドルを振りかざして、 ロバート・ボッシュの代表者を追いかけ回したという。4時15分前、マンゾンのゴルディーニがブレーキトラブルでリタイアした。レース半ばのこの時点で1位に繰り上がったルベーと2位に繰り上がったメルセデス・ベンツの間には4周差があった。ルベーはルネ・マルシャンと組んでいたが、ルベーはピットストップのたびに交代を拒否し、ペースを落とすサインを出したが従わず同じペースで運転を続け、 2位との差を保った。しかし残り時間1時間15分になったところでギアを4速から3速に落とそうとしたところで疲労のために速に入れ間違えてエンジンが吹き抜けてリタイアとなった。ルベーは公式結果も聞かず2時間人事不正の状態でピットで眠った。乾燥したのは17台。ヘルマンランク、フリッツリース組のメルセデス・ベンツ 300SL。 21号車が24時間で3 7 3 3 8 0 0トルを平均速度時速1 5 5 5 7 5トルで走って優勝しメルセデス・ベンツの初勝利のみならずドイツ勢の初勝利となったこの年優勝したメルセデス・ベンツの監督アルフレート・ノイバウアーはピエール・ルベーの健闘を称えて今度メルセデスがルマに来るとき君には 我々の車を操縦してもらおうと約束。この約束は1955年のルマン24時間レースで果たされることになる。危険防止のため、最長を受け持ち時間は連続80周。操縦時間の総計は14時間以内とルールが決められ、次の年から一人で24時間走ることは許されなくなった。ありがとうございます。